しました。もう外が結構明るくなってきています。今5時ぐらいです。5時で、今回は BTS のビデオがあったので、それを見てたらなんかあっという間に2時間ぐらいが過ぎて、残り1時間みたいなのを着陸態勢に入りますみたいな感じになったので、結構サクサクという感じの飛行機の快適な旅でございました。今回は一人一人モニターがちゃんとついておりました。荷物ピックアップに行きます。結構にぎわっております。綺麗な CA さんたちが横から映せないけど、はい、どんぶらこどんぶらこと私の荷物が流れてこないか現在待っております。今まではさ、ああいうの見てもさ全然読めなかったんだけど、東京っていう文字が読めるようになったから、韓国ですぐに場所が分かるようになった。ちょっと待ちます。さあ出ていきますよと。こちらが出口です。はい、出口です。誰も私を待っていません。今日はね、このまま一旦ホテルに行ってからミスターヤリーナに向かいます。向かいます。さあさあさあ、何回来ても覚えませんね私はね。ここが一体ターミナル1なのか2なのか、そろそろ覚えようよって感じで、多分2だと思うんです。多分2だと思うの。パリバケがあったら2なのよ。パリバケがあったらパリバケで、いつもの通り私は化粧をした状態で、そこからホテルに1回行きたいと思います。さあこのエスカレーターを上がりきったら、ターミナル1なのか2なのかが判明しますのでね、乞うご期待。どういう状況、一人でもこんなに楽しく旅ができるようになりました。カズナミニだ。おめでとうございますのパリバケがあるよと。なんかでもさ、前は6時になったら明かりがついてたんだけど、やっぱ夏だからそもそも空港のこの中が明るくなってるっていうのと、お店が開いてるんじゃない、あれ営業時間早まりました。もしかしたら席が空いてない可能性があります。さあどこでメイクをしましょう。よかった、空いてたのでここでメイクしていっちゃおうと思います。さあ始めるよ。どうなんだろうな、今回の動画はどんな感じなんだろうな、私仕上がりとしてどうしていくんだろうな。よっしゃ、いつものメイクセットだよ。ここ絶対動いちゃいけない。なぜなら後ろにですね、アジュマがいるから。後ろにアジュマがいるんで、私がここを動くとアジュマがちょっと見えちゃうんで、動かないように化粧していきたいと思います。あ、顔洗いたかったかも。まあいいか。顔を洗ってきました。やっぱりというわけで、ここからもう一回始めたいと思います。二度電話。一人で喋ってたらなんかすごい見られた、後ろのおじさん。大丈夫、言葉がわからなければ大丈夫。アジュマまだいるね。隠しましょう。6時ぐらいになったらだいたい今化粧し終わるのが6時なんじゃないか説。今5時半ぐらいなんで、化粧し終わったら、行きますよホテルに。忘れてきてないよね、いろいろ。大丈夫だよね私。おっちょこしてませんよね、まあ、とりあえずこのファンデーションさえあればなんとかなると思ってる。汚いけどごめんなさい。でもすごくこのファンデーションが前なしに前進めてもらったやつでめっちゃいいから、みんな30代後半以降の皆さんはぜひお使いください。年齢を重ねると通常のファンデーションでは無理っていう風になってくるんでね、よれ
崩れ、フィットしないなどなど、いろいろな肌のトラブルが出てまいりますが、これはですね本当にびっくらポンっていうぐらい1日持ちます。1回塗っちゃえば。私もファンデーションはさ、ずっとマジで悩んでたから、30代なんかもうファンデーションが乗らなさすぎて悩みすぎて、どうしたかっていうともうね、塗らないっていう選択肢になってね、30代は。なんでは、なんで周りを気にせず私はこんなに結構大きめな日本語で喋っているかというと、異国の方々だからですね。すごい好きですね。異国の方々なんで、バリバリ私はあの化粧もします。やっぱちょっとさ、日本人が周りにいるなと思うとさ、あの人日本人だって感じでちょっと注目しちゃったり、なんかこう聞き耳立てたりとかさ、無意識にするじゃない。でもさ、やっぱ言語がわからない人が周りにいるなと思うと心強いですね。好き放題。一回ホテルに荷物を置きに行ったタイミングで、ホテルでもちょっと化粧はチェックしましょう。すごい咳込むよ。ホテルでもメイクはチェックしましょう。もうね、化粧するのは今日だけなんで、行きと帰りは基本すっぴんでいいんです。お肌も冷たいし、あの日焼け止めだけでいいです。明日は出国するときなんてさ、もう夜だからさ、日焼け止めすら塗ってない。結構みんなね、あのね、PC 開いてバチバチに仕事してる人とかもいるし、カフェがオープンするまでは、ここはみんななんか自由に綺麗に使いましょう。ちなみに今使っているこのブラシは多分ね、アンドロージーかなんかの付録だったやつなんだよね。アンドロージーか美的かマキアか、その辺の美容雑誌の付録としてついてきたやつで、めっちゃ使える。ほんとさ、美容雑誌ってなんかこうバカにできないクオリティの付録をつけてきますよね。なんかちょっと今月のやつさ、なんだっけな、なんかのやつ見たんだけど、アフロート監修のコテ、しかも USB かなんかで充電で、あの温かくできるやつがついてきてて、もうすごいよね。ムックやん、ムック本やん。そうなの。鼻の先っぽにも私はピンクを入れます。その方がなんか中華っぽい感じのツンとした鼻に見えたらいいなっていう、そういう願望ね。過去願望。はあ、早々に忘れ物に気がつきました。ビューラーを忘れました。皆さん、忘れてきてないよね。いろいろ大丈夫だよね。私まつげが立ち上がりません。本当にやるよね。私毎回やるよね。何かしら忘れるんです。今日は大丈夫って思って自信を持って出てきたはずなのに忘れるんです。ちょっと待って、皆さん大変。ブラシを全部忘れました。アイコー、どうしよう。ブラシっぽいものはこれしかないですね。これ、ここの、忘れてきてないよね。いろいろ大丈夫だよね。私、アイゴー、じゃあどうやってアイホール、どうやって攻める。ちょっと待って、やっちまったなこれ。あー忘れたー、もうやだー。これぞ私。いやでもブラシ、筆もうワンセット買うかなあ。忘れたらしゃあないもんね。本当にこんなこと前代未聞ですよ。筆を忘れるなんて。チップもついてたやつ全部捨てちゃってるから、指の腹で
乗せていきましょう。うっそー、こんなことある？推しに会うのに、まあまあ大事なもん忘れてた。明るくなってきた。明るくなってくると恥ずかしくなるから早く化粧しないと。あ、ねえ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 、もうほんとこういうことなの。チップ捨ててんの私。あ、チップを捨てちゃダメ。なんかあった時のために使えるからチップは取っておこう。みんな基本使わないんだけど。あ、後ろに綺麗なお姉さんが座りました。がっつり映りました。モザイク、モザイク処理がめんどくさいんですよ。だからできるだけ人が映らないように最初から撮影をしようと心がけています。普段から指でもなんとなくできた。眉毛、もう私カメラ見て化粧してるんでね。普通鏡見るでしょ。よかった、眉ペンの裏にこれあってよかった。これがなかったらもう死んでたわ。もうメイクしないで現場入る感じだったわ。よかったわ。本人は何時に来るのかな。私たちね、いつもねバラバラなんですよ、会場入りが。現地集合、現地解散。あ、ちょっと待って、大人な会なんでやっぱね。でもそのくらいがねちょうど良かった。本当に私はオンニとの出会いについてちょっとじゃあここでねメイクをしながら話しますけど、オンニとの出会いが本当になんか神的な巡り合わせだなと思って、連絡してきてくれて本当にありがとうって思っているんです。あの5スターのツアーの時にステイ仲間キューボっていう風にね私が言ったことで、一番最初に連絡をくれたのが実はオンニーで、他にも何人かねくださった方はいたんですけど、そのなんか行動力とレスポンスの速さと情報量の多さと、なんかもう全てが感動レベルでですね。で名古屋で一番最初はあったんだけど、最初はさやっぱめっちゃ心配だったの。本当に来るかなとかさ、大丈夫かな、仲良く本当にしてくれるのかなとかさ、どういう風に私のこと見てるのかなとかさ、めっちゃ心配だったんだけど、会ってみたら本当にめちゃくちゃいい人で、もうすぐ1年だよ。お兄さんこうやってキッズたちのいろんなイベントに一緒に行ってるので、私よりも後にハマったのに、まさかのオンニの方が現場に行ってるっていう元ね、ジミンちゃんペンなので、元はアーミーさんで、行動力のある海を越えてねこれまでも活動してきた方というのはお強い。本当に昨日一昨日といろいろありまして、私はめちゃくちゃ目が腫れてるんですずっと涙が止まらないことがプライベートで起こりましてね。体が健康じゃないとできないことじゃない。だから私は今回も元気に推し活をしようというふうに改めて思ったわけです。こじつけみたいに聞こえちゃう人もいるかもしれないけど、本当にそう思ったの。なんていうちょっとなんか 重い話っていうか暗い話っていうかあれだけど、でもさそれがさなんか推し活にもつながるわけですよ。その後悔しないように会いたい時に会いたい人に会っておくことって大事だなっていう風にちょうど思ってたの。だしやりたいことをやるっていうのは大事だなって、あの時ああしてればよかった、こうしてればよかったっていうさ、たらればろんじゃなくて、やっぱりそう思った時に行動するっていうことってすごく大事だなっていう風に思ってて、それをインスタのストーリーズとかに書いたばっかだったんですよ。改めてそう思ったわみたいなの。そしたらその
数日後にまた私のすごく大切に思っている、ね、戦友が闘病の末空に駆け立ちました。今回それでね、すごいね、もうマジで本当いろいろ考えた。私は大丈夫かなって、韓国に行って大丈夫なのかなとか、このタイミングで。でも自分のするべきことをやっぱりしないとね、みんな生きてるから。そしてそのね、彼女の分も、分もっていう言い方はちょっと大それすぎてるけど、なんか悔いなく健康なうちは生きていこうと思っておりますっていう話をしている間に終わりました、メイクが。ちょ、まだこの帽子をかぶって私はホテルまでは行くの で、ホテルで髪の毛はちょっと着替えてからやろうと思うので、このまま行こうと思います。というわけで今回の動画はここまでかな。ホテルは前回と、ちょっと待って、そうなの、私ね、あんだけ結構言ってた割に前回と同じホテル撮ってるんで、行く道としては前回と一緒なので動画にしないで行こうと思います。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画ではきっとインスパイアに行っていると思うよ。それじゃあ、アンニョン。